ベクタとヘルガストの戦争は一瞬にして終わった。いわゆるテラサイドだ。地表を覆ったペトルサイトの炎で何十億もの命が奪われ、惑星ヘルガーンは不毛の地となった。その後数日で危うい停戦協定が話し合われ締結に至る。生き残ったヘルガストは難民となり別の星へ。ベクタだ。惑星ヘルガーンを破壊した種族の故郷である。ベクタの半分がヘルガストに与えられ、ベクタ人住民は移住を強制された。彼らの故郷は消え、今や新ヘルガーンだ。全部は持っていけない。諦めてくれ。なあ、辛いのはわかる。でも仕方ない。さあ壁に行こう。壁の向こうなら安全だ。パパはお前を守る。お前もパパを守ってくれ。いいな。お前が副司令官になるんだ。行くぞ。
ついていこう。今は君の子か。壁まで連れて行く。手助けが必要だな。シャドウエージェントか。ヘルガッソはなぜこんなことをする。協定があるだろう。通行の安全は保証されてたはずだ。おい聞け、俺だって犯人据え替えてる。だが壁に着くまでは奴らが法律だ。さっきも言ったが助けがいるだろう。壁まで行けるか。無事に南通路は封鎖されたから遠回りをしないと。これ以上時間を無駄にできない。名前はシンクレア。俺はマイケル・ケラ。この子は息子のルーカス。もう一度外に出る。ちゃんとついてくるんだぞ。物音を立てるな。いいか。よくやってるよ。頼りにしてるぞ。親父さんは頭がいいな。行くぞ。どうした？ドアが開かない。まずいな。何かで塞がれている。屋根の穴だ。どちらかが通ってドアを塞いでるものをどかすしかないな。急ぐの。もう引き返せないぞ。僕がやる。ここを通れるのはその子だけだ。よし。上に上がったら見つからないようにまっすぐ穴に向かうんだ。いいな。分かった。いい息子だな。あの子はすごくしっかりしてるんだ。ほとんどの大人よりも度胸があるよ。シリア、ルーカス、こっちだ。ルーカス、よくやってくれたな。急ぐんだ。かかんでな。壁の向こう側でやってくれ。行くぞ。もうすぐ壁に着く。よし、聞いてくれ。もうすぐだ。俺が偵察してくる。二人はここで待ってる。気を抜くなよ。後ろにいろ。待って、待ってくれ。通行は保証されてるはずだ。頼む。息子もいるし。
丸腰なんだ。よせ、やめろ、やめてくれ。僕らの故郷でもあるんだ。やめて。俺と来るしかないようだな。行くぞ。壁の向こうは安全だ。来い。ルーカス、シャドウエージェントアカデミー史上最年少の候補生だぞ。喜べ。親父さんも生きてたら喜んでくれたろう。ベクタの市民は皆安全を望んでいる。それはヘルガストとの戦いだ。つまり壁の向こう側でな。奴らがどうしようと、あそこはベクタのままだ。いずれ奪い返してくれ、祖国のために。シャドウエージェントプログラムに迎えられて嬉しいよ。行き先は分かってるな。そして捕まったらどうなるかも。鎖をつけ、頭に袋をかぶり、壁に連行される。晒され、罵られ、そして処刑される。これがどれほど胸くそ悪いことかわかるか。俺たちの星を破壊した奴の隣に住まわされる。貴様のような奴もいる、ルーカス・ケラ。見下し、犯罪者扱いしやがる。この壁もずっと守ってくれるわけじゃないぞ。いつかぶち抜いて町を占領してやる。やってみろ。前みたいにはいかないぞ。ここに両国捕虜の釈放と交換および即時帰国を許可する。